皆さん、こんにちは。お掃除で幸せな奇跡を起こす、開運お掃除コンサルタント、姫川律です。今回は、玄関水拭きでお金が入ってくるパターンと注意点というテーマでお話ししたいと思います。私は、ブログや LINE 公式アカウント、もしくはこの YouTube のコメント欄で、お掃除したらこんなことありましたというご報告を 結構いただくんですけれどもえー、またはそのお客様ですねお客様からのご報告もございます、えー、今日はですね YouTube のコメント欄にいただいたご報告を紹介しますねはいありがとうございますいつも動画見ていますありがとうございます えリッツさんの動画を見て玄関の水拭き掃除をその日からやりだして1年が過ぎましたということなんですでこのその日からやり出すっていうのがもう本当に素晴らしくてこうパッと思いついてサッとできる方はもう素質ありますねえー、私はこれをパカツと呼んでおります パッととと思いついいつたここはは行動する、はい、これ大事ですで、えー、半年経ったある日、えー、通帳に突然10万円が振り込まれていて驚いたことがありますこれはあの想定外の出来事ではあったけどちゃんとした振り込みだったそうですよ。そして、えー、1年経った最近は、えー、通勤途中に後ろから追突されるという車の事故が あったのでですが、えー、栽培継承でしかも事故の,の保険金が入ってくるという、えー、また突然お金が入ってくるという経験をされたそうなんです。えー、これからもリッツさんの動画を参考に日々楽しく暮らしていけたら なそして、えー、最終的に夢が叶えるといいなと思っています。いつもありがとうございます。というコメントをいただきました。こちらこそありがとうございます。そして、ご報告ありがとうございます。まあ、こんな感じで私、はデータを集めておりますので、よかったらコメント欄からご報告をよろしくお願いいたします。はい。 で、このね、パカツもさることながら、この玄関水拭きを1年間続けたっていうのが、本当に素晴らしいですよね。臨時収入が入ってくるっていうのは、もう波動が高まっている、まあ、証拠でもあるんですよね。やはり、コツコツお掃除で波動が高まっていると、何か起こる。お金が入ってくることもある。 ということではないかと思いますえ。こういうお話は本当に多いので、今日はちょっとこのお金が入ってくるパターンについて、えー、ちょっと分類をしてみました。すべて今までご報告のあった本当のお話でございます。まあ、自分の経験も入っております。玄関水拭きでお金が入ってくるパターン、その1、人からもらう。ですね。えー、今まであったお話ですよ。 親から500万円をもらった。まあ、これもちょっと突然ですねお。お母さんから500万円をもらった。それから、ご主人様から50万円をもらった。ですね。それから、えっ、ー、と、やっぱりお母様が生前贈与で、あの、あげると言って、20万円をくれて、これからも、あの、ちょいちょい渡すから、と言われた。えー、遺産相続でうん千万円もらった。 それからお客さんが突然10万円くれた、ほ、えーまあ、他にもございますけれども、ちょっとこんなところがあるかなと思います。でこのお客さんが突然10万円くれたっていう方は、お仕事がこうパーソナルトレーナーだったんですよね。 で、えっ、ー、と、まあちょっとこう、お年の目した方を、こう、パーソナルトレーニングをされていて、その方が突然、これでパソコン買いなさいって言って、なんか10万円くださったそうなんです。えー、そういうご報告もいただいております。はい。二つ目、はい、玄関水拭きでお金が入ってくるパターン。その二、物が売れた。 ですねえー、とこれも本当に結構あるあるな話なんですけれども、えー、絶対売れないと思っていた田んぼを市役所が買い取りたいと言ってきたですとか、えー、それから存在を忘れていた、まあ、鉄材があったそうなんですがでそれがです、ね、すあの盗まれて、えー、戻ってきましたよっていう連絡が警察からあってあそんなんあったんだって言って、まあ、それを売ったら50万円入ってきた。 ですとか、えー、それから、まあ、絶対売れないと思っていたマンションが意外な高額で売れたみたいな話がございますで実はこの意外な高額で売れたのはまあ、私の話我が家の話なんですけれども、えー、以前まあ、東京にこうマンションを持っておりましてでこれはですね 主人の趣味というか主義というかですね、アメリカ人の宣教師さんに、あの、ほとんど利益なしで貸してたんですよね。で、その方は20年ぐらい、ま、東京にいるつもりっていう話だったので、もう、もうずっとその方が住むもんだと私も、ま、主人も思ってたわけですよ。ところが、あの、10年も経たないうちに引っ越すことになりまして、ちょっとがっかりしたんですけれども、でも、 まあじゃあ売りに出してみるっていうことでちょうどこう出してみたら、あのー、オリンピック前のベイエリアだったので、まあ、意外な高額で売れたんですよね。なのでちょっとまあこういうのもタイミングっていう、まあ、ラッキーなタイミングというのがあるのかなと、はい思います、えー、玄関水拭きでお金が入ってくる、はい、パターンその3。 ですね。えー、保険が入った。まあ、先ほどの話も保険が入ったって、で、意外と、あの、何でもないことだったんだけど、保険金おりましたみたいな、こういうご報告も結構ありますね。で、えっ、ー、と、まあ、例えば、えっ、ー、と、壊れそうな冷蔵庫、冷蔵庫どうしようもう古いし、ああ、壊れそう、どうしようどうしようっていうのを、だましだまし使っていたら、あの、雷が落ちて、その冷蔵庫がもうとどめを刺されて、あのー、 お亡くなりになっちゃったらしいんですよ。だけど、雷が落ちてきたんで、これ保険が降りたそうで、えっ、ー、と、意外にも、あの、その冷蔵庫が保険金でえ、あの、新しい冷蔵庫が保険金で買えたというですね。まあ、そんなお話も伺っております。はい、玄関三つ吹きでお金が入ってくるパターン。4、その4ですね。湧いて出た。こう、湧いて出ることもあるんですよ。えー、例えば、 本に身に覚えのない1万円が入って、こう、挟まってたとかね。あ、自動車税払わないとなーって思ってたら、引き出しに4万円入ってたとか、これ、何これ誰のみんな知らないみたいな。とか、あと、あのー、なんだかよくわからない1万円が警察から送られてきたとかですね。えー、まあ、ちょっとこの話は別の動画で話しておりますので、まあ、よかったら、あの、 概要説明欄にリンクを貼っておきますのでそちらもご覧くださいはいっていう感じであのお金はたまにですね湧いて出ることがございますはい玄関水拭きでお金が入ってくるパターンその5です、ね、お給料が上がるボーナスが上がるですねご自分の お給料ボーナスが上がることもありますし、ご家族様ですね、ご主人のお給料やボーナスが上がることももちろんあります。えー、なかなか、もううちの職場はもう絶対そんなお給料なんか上がらないんです、っていうようなところでも、なんか奇跡的に上がったりですとか、それからちょっとしたなんとか委員に選ばれて、お手当が1万円つくようになりましたとかですね、まあそんな感じでお給料 手取りに手取りが上がるということもございます。で、実はこれ一番地味なんですけど、おまあ私としてはこういうところにやっぱり現れてくるのが本当なんだろうなとは思いますねで。あとちょっと違うかもしれないんですけれども、あのー、50歳過ぎて正社員として登用されたみたいな ご報告もいただいたことがあります。なかなか難しいですよね。50歳過ぎて正社員。でもまあそういう方もいらっしゃいます。はい、で、ここからはちょっと注意点についてお話ししますね。入ってきたパターンを見て考えてみていただきたいのが宝くじで高額当選とかギャンブルで当てるとか株で当てるみたいな報告はおそらく ま、いただいていないというか、そこまで言っちゃうとちょっと言い過ぎなんですけれども、あの、くじ関連でお子さんが2万円当てたくらいが最高なんじゃないかなと思います。高額当選の、えー、ご報告はいただいていないですね。で、私自身もギャンブル的なことでお金が入ってきたことは、 多分一回もないと思います。まあ、宝くじも、まあ、買わないっちゃ買わないんですけれども。で、株に関しては、まあ、例えば、こう、リーマンショックの時に買った ETF が4倍ぐらいになってるとか、まあ、積立投資信託が利益出してるとか、まあ、そういうコツコツ系とか長期の、あの、利益はございますけれども、まあ、短期間にパンパン何倍みたいないうのはないですね。 ですからこう玄関水拭きでお金が入ってくるときに宝くじ当たるとかギャンブル的な要素で入ってくるというふうに、まあ、なんとなくでも思っていると意外と自分で入ってくる方法をこう狭めているかもしれませんのでそこはご注意いただきたいと思います。 それと、えー、注意点の2つ目なんですけれどもなんだもうそれじゃ意味がないカタカラクジが当たらないんじゃ意味がないとかあとそんなちみちみ時間がかかりすぎるんじゃ嫌だとか思う方もいらっしゃるかもしれないですね。でこれはお掃除の話だけではなくて潜在意識の浄化も含めてなんですけれどもお金っていう分野だけじゃないんですよ。 お金だけではないいろんな恩恵を運んできます意外なところに意外な方法で聞いてくる可能性があるっていうことなんですよね例えば人間関係がスムーズになるとか夫婦仲が良くなるとかまたはまた、まあ、全然別なところで痩せましたとかもしくはやりたいことが見つかるとか転職できるとか そういう感じで別の分野に現れてくることがあるんですよ。でそれを種にしてそれが元になってまた次のラッキーを引き寄せるっていうふうにこう循環していくものなんですよね。ですからたとえお金が入ってこなかったとしても別のところに現れてその種がまた別の えー、分野に影響してていいくっていう感じねじり上がっていくように影響し合いますのでたとえお金が入ってこなかったとしてもあ種まいてるなそしてその種がまた次のラッキーを引き寄せるなというふうにご理解いただければいいかと思います。短絡的に「あすぐに宝くじが当たらないんだったら意味ない」とか、えー「すぐにお金が入ってくるんだったら意味ない」 というふうにはどうか取らないでいただきたいと思っております。はい。今日は玄関水拭きでお金が入ってくるパターンと注意点ということについてお話ししました。今日の動画いかがだったでしょうかチャンネル登録、いいね、いつもありがとうございます。励みになっております。えー、ご質問、えー、ご報告、 ありましたらコメント欄でぜひお聞かせくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。